それでは参ります。ひとりさんの方から参ります。せーの、ひとりさんの方、ひとりさんの愛と愛と愛と楽しいの配信するオフィスオフィス花です。はい、ということで皆様、劇運動場花井体操本部遊劇ご参加いただきありがとうございます。はい、ということで、ひとりさんの、作ってくださいました劇文をお一人ずつお声を出してっていただきます。私ウッチーの方からオフィス花より愛を込めて皆様のお名前をお呼び出しさせていただきます。呼ばれた皆様はご本人様は王と言って、それ以外の皆様は応援の王、どうぞお声出せる方はよろしくお願いします。おーおー、ありがとうございます。そしてお声は本気のおたけびもよし、控えめでもささやきでも小声でも大丈夫。そしてお時間を見て途中退出、途中出戻り、途中用足ししていただいて、お食事もしていただいて大丈夫ですんで、はい、ご自分の時間を有効に楽しく使ってください。はい、ということで、よろしくお願いします。あ、えいこちゃん殿ありがとうございます。高橋恵子隊長の後で30番ぐらいとなります。ありがとうございます。感謝してます。感謝しております。ということで、ありがとうございます。はい、ということで、まもなく出陣させていただきます。皆様準備の方はいいですか。ああ、素晴らしい、気合い入ってますね。ああ、幸せですか。あやるぞやるぞの開始の機まいります。それせーの、やるぞ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 や花井隊劇分合劇を一緒にやるのですが、その前になんと急遽石井光一郎上司が抜刀隊長を務めてくださいますので、本当に直前の中ありがとうございます。その場のフィーリングで大丈夫ですので、花井社長の作ってくださった歌をもとに、おたけび気持ちよくお声を出していただければ嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、まもなく出陣させていただきます。よろしくお願いします。はい、それでは、はい、お待たせいたしました。それでは、あ、さっちゃんがスポットライトになっております。さっちゃんおいでになってました。失礼しました。すいません、ちょっと呼吸が整います。よし、整いました。では改めまして、劇文道場花井体操遊劇よろしくお願いします。それでは出陣いたします。いざ。出陣の杯。
キッシュー出陣にあたり命果てるともこの旗を守りきること誓います。一度乾杯。おー、八大竜王決起分作斉藤一人。激分、我々無敵の龍神隊は親方様の目のもと血刀下げて切り込めば骨は砕けて肉は飛び、攻めて攻めて攻め抜いてなってみせます日本一。以上。花井隊代表松永ふさこ。おお、騎馬隊激分、我々無敵の騎馬隊は立者門天の旗のもと真っ先かけて前進し、一番槍に輝いて取って取って取って見せます日本一。以上。おー、花井隊代表斉藤真希子。激分、風よ吹け波あれよ、我々無敵の神風隊は親方様をお守りし、アッシュラのごとく戦って、赤い血を吹く無効傷、勝って勝って勝ち抜いて持ってみせます、日本一。以上。おー、花井隊代表和田ゆかり。おー、金剛隊激分、我々無敵の金剛隊は闇を切り裂く火縄銃、火薬の煙もーもーとー。
並ぶ豪傑よりすぐり。勝って勝って勝ち抜いてなってみせます日本一以上。花火大代表野村イエイエイ。あーおー花火大劇分我々無敵の突撃隊は敵陣深く切り込んで血しぶき受けて抜刀隊大和魂貫いて取って取って取り抜いて勝ってみせます日本一以上。おお花火大代表長石エツコアラムシャー隊激分我々無敵のアラムシャー隊は人事にかけるあれ姿命をかけて出陣のかけた誓いを妙に勝って勝って勝ち抜いてなって見せます日本一以上。花火大代表長石愛子。敵分我々の敵の本軍は闇を切り裂く火縄銃火薬の煙もうもうと居並ぶ豪傑よりくぐり勝って勝って勝ち抜いてなって見せます日本一以上。花火大代表海老原雅代。ああ、花火大劇分我々無敵の突撃隊は敵陣深く切り込んで血しぶき受けて抜刀隊大和魂貫いて取って取って取り抜いて勝ってみせます。日本一以上。おー花火大代表松岡明美。無敵の今後の台湾は闇を切り裂く火縄銃火薬の煙もうもっと居並ぶ豪傑よりすぐり勝って勝って勝ち抜いてなって
花いたーい代表松岡アクヨー。おー、はい、では混合体劇分参ります。せーの、混合体劇分、うん、我々、無敵の混合体は闇を切り裂く火縄銃、火薬の煙モーモーと居並ぶ豪傑よりすぐに勝って勝ち抜いて、なって打てます。2-1、せーの、以上。おお、花いたーい代表、石井さちこー。おー、花いたーい激論、我々無敵の突撃隊は敵陣深く切り込んで血しぶき受けて抜刀隊、大和魂貫いて取って取り抜いて勝ってみせます、日本一。以上。おー、花いたーい代表、石井誠一郎。おー、あなたい激分、我々無敵の突撃隊は敵陣深く切り込んで血しぶき受けて抜刀隊、大和魂貫いて取って取り抜いて勝ってみせます、日本一。以上。ああ、花いたーい代表、潮崎リエー。おー、混合体劇分、我々無敵の混合体は闇を切り裂く火縄銃、火薬の煙もうもうと居並ぶ豪傑よりすぐり、勝って勝ち抜いてなってみせます、日本一。以上。花いたーい代表、菅あゆみ。わあ、はやぶさ対激分、我々無敵のハヤブサ隊は親方様をお守りし、名誉にかけて突き進み、血の一滴の枯れるまで攻めて攻め抜いて絶対なります、日本一。
以上。花いたい代表西岡せつこー花いたい激文我々無敵の突撃隊は敵陣深く切り込んで血しぶき受けて抜刀隊大和魂貫いて取って取って取り抜いて勝ってみせます日本一以上おはなえたい代表西岡健太だんけきびん俺目抜きの突撃隊は次に深く切り込んで突き出てバット隊無駄魂じゃねてとてとてとんて勝てみせますにあち以上おはなえたい代表やらしたエリカあーあー龍神隊激文我々無敵の龍神隊は親方様の命のもと血刀下げて切り込めば骨は砕けて肉は飛び、攻めて攻めて攻め抜いて、なってみせます。日本一、以上おー花いたーい代表松本よしめげきぶん、我ら無敵の大魔神、荒れ来る海を押し渡り、前に押し出す大筒を、狙いたがわず炸裂し、おたけび上げて突き進み、取って、取って、取りまくり、勝って見せます、日本一、以上はなえたい代表おがたまゆみあおあ神風隊激文風よ吹け波あれよ我々無敵の神風隊は親方様をお守りし、阿修羅のごとく戦って赤い血を吹く向こう傷、勝って勝って勝ち抜いて取ってみせます。日本一以上。花いたい代表北住彩子おお神風隊激文風よ吹け波あれよ我々無敵の神風隊は親子の死ぬ死ぬのを使うのに無根気づく
おお、花いたい代表タマシロ代表。おお、花いたい激分、我々無敵の突撃隊は敵陣深く切り込んで血しぶき受けて抜刀隊、大和魂貫いて、取って取り抜いて、勝ってみせます。日本一。以上。花いたい代表たましろはるねおーおー混合体激分、我々無敵の混合体は闇を切り裂く火縄銃、火薬の煙、もうもうと、居並ぶ豪傑、よりすぐり、勝って、勝ち抜いて、なって、見せます。日本一、以上。おお、花いたい代表エイコー、あー大魔神激分、我ら無敵の大魔神、荒れ来る海を押し渡り前に押し出す大術も、狙い、たがわず、炸裂し、おたけび、あげて、突き進み、取って、取りまくり、勝って、見せます、日本一、以上。おお、払いたい代表松本万歳師、ゴー、アミカゼ隊激分、風を吹け波荒れよ、我々無敵の神風隊は、親方様お守りし、足元で戦って、赤い血を吹く、向こう傷、勝って、勝ち抜いて、取ってみせませ、日本一、以上。花いたい代表クロスビーケー、騎馬隊激分、我々無敵の騎馬隊は、毘沙門天皇
ぶさ隊劇文。我々無敵のはやぶさ隊は、親方様をお守りし、名誉にかけて突き進み、血の一滴の枯れるまで、攻めて、攻めて、攻め抜いて、絶対なります、日本一。以上。はなえたい代表伊藤晴美。気分はい、わかりました。はい、我々無敵の早方隊は、親方様をお守りし、名誉にかけて突き進み、血の一滴の枯れるまで、攻めて攻めて攻め抜いて、絶対なります、日本一。エッジョー花井隊代表菊池栄子。無敵の突撃隊は、敵陣深く入り込んだ、血しぶきをかけた抜刀隊、ヤマト魂振り向いて、劇文。我々無敵のはやぶさ隊は、親方様をお守りし、名誉にかけて突き進み、血の一滴の枯れるまで、攻めて攻めて攻め抜いて、絶対なります、日本一。以上。花井隊代表望月貴子。ああ、はやぶ
草隊激気分、我々無敵のはやぶさ隊は親方様をお守りし、名誉にかけて突き進み、血の一滴の枯れるまで攻めて攻めて攻め抜いて絶対になります。日本一いいや。はなえたい代表伊藤由美子。命をかけて出陣のかけた
誓いを妙に勝って勝って勝ち抜いてなってみせます。日本一以上。おはなえたい代表みつる。神風隊激分風よ吹け波あれよ。我々無敵の神風隊は親方様をお守りし、あちらのごとく戦って、赤い血を吹く向こう傷、勝って、勝って、勝ち抜いて、取ってみせます日本一以上。おはなえたい代表高橋健吾。おお、はなえたい激分我々無敵の突撃隊は敵陣深く切り込んで血しぶき受けて抜刀隊大和魂貫いて取って取って取り抜いて勝って見せます日本一以上。花江隊代表沢田大志郎。おお、金剛隊激分我々無敵の金剛隊は闇を切り裂く火縄銃火薬の煙もうもうと居並ぶ豪傑よりすぐり勝って勝って勝ち抜いてなってみせます。日本一以上。はなえたい代表本日の新外隊長向井智子。はアラムサタイ激分我々無敵のアラムサタイは人間かけるアデスだった。命をかけて出陣のかけた誓いを妙語に勝って勝って勝ち抜いてなって見せます。日本一以上。おー以上。
きまして、本日の抜刀隊長、花歌隊代表、石井宗一郎。おー、これより東西南北天と地六方の神々とあらゆる神羅万象に守られて抜刀隊鉄砲閣誓いの儀、火薬はバラバラでは何の威力もない、でも火薬を集めて一点集中すれば敵を倒せるすごい威力となる。花江隊をはじめとする全国竜神隊は鉄砲閣の家紋のように仲間が一点に集まって威力を発揮し砲弾をぶっ放つぞ。一点集中、愛と光と感謝の総攻撃。ゴー一同、花江隊激分攻撃、せーの、花江隊激分、我々、我々、我々、激の、以上、全国花江隊の空いめみでで一番最高の気合でした。おめでとうございます。おめでとうございます。せーの、万歳。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてここで発表コーナーへ参りたいと思います。はい、では
近未来メイク、アドバイザー、達成者の皆様、発表させていただきます。はい、昨日に引き続き、ですかね。はい。はい、こちら、本日付け、近未来メイク、9番、もう一回、1番やりから行かせていただきます。1番やり、オフィスで花江、松岡、花江社長、おめでとうございます。はい。そして、2番やり、オフィス、花江、稲部真紀部長、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。そして3番やり、福岡ふわふわひろみちゃんサロン、山口ひろみ上司、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。4番やり、ついている丸勘龍ヶ崎、海老原正代上司、はい、おめでとうございます。5番やり、東京モテモテ丸勘、田中経連、発行経連上司、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。6番やり、栃木キラリング若草店、大島近美上司、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。そして7番より、神奈川虎猫屋、石井沢千子上司、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、8番より、福岡恋するうさぎ、松岡明美上司、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。9番より、東京丸勘田園調布本店、佐藤和俊上司、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、10番より、栃木足利店、竹澤夏子上司、はい、おめでとうございます。はい、ということで、11番より、徳島丸勘のお店314、原田光三上司、はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。12番より、愛知銀座丸勘愛の店、おさまみ上司、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで皆様、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、ね、金愛と光の近未来メイクアドバイザーとして、あの認定証、こういう感じで、できてきました。おめでとうございます。はい、はい、はい、今一度おさらい、はい、取扱店の皆様は近未来メイクを、5人の方にやって差し上げる、はい、はい、そうです。オフィスの方に申請していただくと、この認定証がいただけます。はい、そしてお客様は3人の方にやっていただきます。はい、すごい、ね、はい、それぞれ、はい、あとはいずれもそのオーセレブのグッズ、はい、はい、近未来メイクアイテムを、ね、購入していただいて、はい、3人の方にメイクをしてあげると、はい、なんと認定証がもらえます。はい、はい、すごい素敵です。ありがとうございます。はい、ということで、はい、アドバイザー達成の皆様、おめでとうございます。バイバイ。せーの、バイバイ。それでね、今日ふーちゃんけいちゃんがほらお顔見せて、この辺まで、いや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 い皆さんこちら、ほらこっちか、こっち見た方がいいよ。クッションファンではご存知だと思うんですけど、私がなぜ今日オフィスに来たかというと、気になっていたこちら、顔パワーファンデーションナンバー3かな、シミそばかすよ、うん、はい、これがすごく気になってて、で私も結構シミが結構あって、うん、で今までこうなくってこれを使ってたら、そのシミを消したいがために結構これを使ってたんですよね、うん、そしたらもう3週間ぐらいでなくなってしまって、うんうんうん、でもこれの存在知らなかったんですよ。で今日ちょっとマキちゃんにやっていただいてたら、やっぱりちゃんとそのシミが消えると、でまあシミが消えなくてくすみがあるときは、うん、そこにチークをすると余計にそこにそのシミが黒っぽくなっちゃうんだよね。黒っぽくて浮き立ってチークは使わなかったんですけど、うんうん、でもこれをしっかり土台ですることによって綺麗なベースができるので、うん、でこれも少しで済むんですよね、うん、逆に本当にそうなの。でそれでこの辺の、うん、この辺のメイクとかが逆に白い土台をしっかり作ることでここが生きてくるんですよね、うん、で目がここに白いっていうか、こうその人の、うん、肌に、うんうん、コンシーラーの役割するからすごい滑らかになって、そう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 、このシミそばで、うん、くすみとかね、シミがすごい消えて、ね、うちすっごい消えたよね。すっごい消えて、
すごい、なんかすごい喜んでくれて、なんかお話ししてくれるっていうから、はいはい、本当にね、嬉しかったです。そうで、結構多分持つと思うんですよね。うん、これを使うことによって他が生きてきて、うん、なおかつ他も少しで済むっていうか。で、チークの色もね、すごい綺麗に出るんで、ね。それが際立ってきて、だから皆さん、リカちゃん人形みたいになりたい人は使ってください。後ほど、ファンクラブラインに、お写真、ビフォーアフター、許可取ったので、載せさせていただきますので、皆さん見てみてください。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、せっかくなんで、神降臨、行きたいと思いますんで。じゃあ、皆様もご一緒に、はい、よかったら、せーの。神降臨、めでたし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 、あげ、あげ、あげ、素晴らしい。はい、すます。はい、よかったね。うん、よかったですね。私もちょうど時間があったから、ちょっと、できましたね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ぜひ皆さんも、ね、フェイスメイクしっかりして、始めてみてください。あれだよね、なんか、やっぱり皆さん、ね、日本一多分数をされてるマキちゃん、だってヤジさん同じしてもらうんだったら数やっぱりしてもらってるし、やっぱマキちゃんっていうふうにねおっしゃって言われてるので今日ちゃんと来て、でマキやっぱ上手にしても上手な方にしてもらうからこそこれが生きてくると思うんです。この実力が出るんです。皆さんもね、簡単なので、はい、コツさえ覚えるとすぐ誰でもできます。ふーちゃんけいちゃんも明日からやってください。明日からはい、そんな感じでした。ありがとうございます。そして、もう一つ、大洗い千社札ゲーム、発表させていただきます。本日は1名、1万7000回達成、はい、神奈川県横浜希望が丘店、高橋治隊長、おめでとうございます。おめでとうございます。万歳、せーの、万歳、万歳、おめでとうございます。はい。そして、ますます、運勢上げ上げ。本日、皆様のおかげさまで、こちら、激文道場、魂、全身全霊、39劇、サンキューありがとう、ありがとうございましたということで、これは、なんとなりましたということで、おなじみの方もいらっしゃいますでしょうが、はい、今一度、こちら、天に向かって、左右どっちでもいいので、サンキュー、サンキュー、ありがとうと、感謝を込めて、面白おかしくいきたいと思います。これを3セットいきたいと思います。それでは、サンキューありがとうの舞、参ります。せーの、サンキュー、サンキュー、サンキュー、ありがとう。せーの、サンキュー、サンキュー、ありがとう。サンキュー、サンキュー、ありがとう。ありがとうございます。それでは、バンザイいきます。せーの、バンザイ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 、やった。飛び上がって、飛び上がって、ちゃんと、せーの、はい、お帰りなさいませということで、これがやりがたかったで、ありがとうございました。ということで皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。最後に、ワイパーと自分を許します、自分が大好きですやって、お写真撮ってお別れしたいと思います。はい、それでは、お口につぼみを作っていただきまして、愛してますからいきます。せーの、愛してます、愛してます、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、ありがとうございます、愛してます、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、愛してます、愛してます、ありがとうございます、ありがとうございます。では自分を許します、3回いきます。せーの、自分を、自分を許します、自分を許します。それでは自分が大好きです、3回いきます。せーの、自分が大好きです、自分が大好きです、自分が大好きです。どうもありがとうございました。それでは写真を撮っていきたいと思います。ラスト2枚、一人堂ポーズ、はい、いきたいと思います。それではまずは1枚目参ります。せーの、斉藤一人ザ一人堂、えい、もう1枚、せーの、斉藤一人ザ一人堂、えい、はい、今日も一日朝焼けありがとうございました。最後にもう一度バンザイいきます。せーの、バンザイ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 
ます。ということで、本日もありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。またお会いしましょう。ごきげんよう。5秒前。ありがとうございます。わー、感謝します。